皆さん、こんにちは、マーティン・ダーのミラクーボン、キングダクです。今日は、アフリカ、海外情報、オリンピックスペシャル、アフリカ編、どんどん言います。ジブートはね、リオ大会、まあ、3個の銅メダルを取ったそうですね、リオ大会当時。で、今度やレスリングもすごいさ、ラシュアンが有名ですね、柔道の無差別級、はい。あとは、パワーリフティングも本当にすごいです。はい。マヤック。モロッコは陸上、中距離、長距離が最も得意な地のでございます。はい。アルジェリアはね、中距離がもうすごいですね。はい。とんでもございません。サッカーはもちろん行く。チュニジアはね、水泳もすごいです。はい。テコンドーもレスリングも何でも、はい。フェンシングもね、はい。あとは、リビアは全くなし、出場したがいろいろ。カーボベルデも何にもナッシング。だがパラリンピック、陸上で銅メダル。モーリタニアも全くなし。陸上二人参加するもね。マリもね、アテネ大会サッカー決勝トーナメント果たしたが、メダルナッシング。セネガルはね、本当にね、一つあるんですね。スキーとかも出てはいたけど、陸上でメダル取ったそうです。ガンビアも全くなし、メダル取ったことなし。ギニアビザウもなし。ギニアもなし。シレラレオネもなし。はい。リベリアはまあ陸上に男女一人ずつ参加するも全くなし。コートジボワールはまあアーチェリー陸上いろいろ参加したが、まあメダル取ったのはテコンドーです、金メダルは。はい。ブルキナファッソはまあ全くなし。ガーナはね、まあサッカーは銅メダル、まあすごいですね。はい。トーゴはまあ銅メダル1個あったね。なんだろう。カヌーですね。はい。ベナンはナッシング。ニジェール、まあ、テコンドーの銀メダル、本当にすごい。ボクシング銅メダル、本当にすごいです。ナイジェリアは、サッカーももちろんすごいですけども、やはり、陸上が最も強いし、ボクシングですね。はい。ボビー・オヨゴンさんの母国でございます。チャドは、まあ、全くなし。スーダンは陸上で銀メダル取ったそうですね。はい。エリトリアは、まあ、銅メダル1個ですね、シドニー大会の。はい。陸上ですね。ジブチも銅メダル1個陸上同じく。ソマリアは全くなしに。南スーダンも全くなしに。エチオピアはね、超距離がすごいです。裸足のアベベが有名なんです。本当に驚きました。陸上のビッグネームが本当にすごいです。はい。ビッグネームがすごい。中央アフリカはメダル全くなしに。カメルーンはね、まあ、アフリカ予選で優勝者が敗退、バレーボール。やはり、ボクシングと陸上競技が本当にすごいです。はい。あとはまあ、サントメプリンシペはね、メダルはまだナッシング。赤道ギギアもまだナッシング。カボンはまあ一つだけですね。ロンドンオリンピックのテコンドーのみですね。ゴンゴはね、ゴンゴ気をつけますって言いたいですが、何にもナッシング。コンゴ民主共和国もまだナッシング。ケニアはね、マラソン、陸上が本当にすごいですよ。エリック・ワイナイナさんいますね。こう有名なんですね。はい。陸上が最も強いです。はい。ウガンダはまあ、ですね。陸上もまあ、強いですし、ボクシングも強い。ルワンダもまあ、自転車ですし、競泳にも出たがメダル獲得なしに。ブルンジはまあ、金1個、銀、いずれも陸上です。タンザニアは、陸上、柔道、競泳出たが、やはり陸上が強い。セーシェルはまあ、まだなし。コモロは全くなしも。マダガスカルもなし意外と。モーリシャスはまあ、銅メダル1個獲得したのはボクシングのみ。マラウイはね、全くなしに。モザンビークは金1個、銅1個、まあ、そうですね、陸上競技ですね、はい。ザンビアはまあ、独立宣言したんですね、はい。オリンピック東京大会当時の、はい。はい、あとはまあ、エングレイですね。はい。パラリンピックは強いが、本場のオリンピックは強くないです。ナミビアは銀4個は珍しいもんですね。まあ、いろんな競技に出てます。ボツワナはね、まあ、少ない方ですね。初めてメダル取ったのはロンドンオリンピックの陸上競技です。ジンバブエはまあ、合計8個のメダルすごいです。ホッケーもすごいです、特に。南アフリカはやっぱり何が強いか、ラグビーが本当にすごいです。はい。ラグビーもすごいですし、他にもまあ、陸上もすごい、競泳もすごい、何でもすごいんです。スワジランドとレソートは全くなしでございます。というわけで以上です。バイバイ。